スタートしました。外でダノンイルシーブ、ースタートを切りましたが、すぐさま一戦です。名称つばくろ、そして内からは浜のグレード。浜のグレード、名称つばくろ、ワンダーフロレゾン、そしてダノンイルシーブ、さがなく一走して前から5投目に、ゼッケン8番のエイシンライアン3コーナーに向かっていきます。その後は一場審査、外からブルーボリウッドが並んでいきました。外から並んでいくのは、 16番のドンレジェンドです。あとは3馬身後方にイエーガー、そしてキッキセヨ、さらにはミカサパワーと、そして外には13番ストロンボリで第3コーナーに向かっていきます。後方はプントインアリア、その後は3馬身差、1番のオクターブ、あとはサンライズヤマト、うちには2番のハギノレビューで、残り800球式を通過、あとは3、4馬身と開いて、最後方追走は12番エイシンスパイシーです。3コーナーのカーブに入って、 名称つばくろ先頭リードは体半分です600標識を通過2番手に15番のダノンイリューシブその後は1馬審査エイシン・ライアンと外にはドン・レジェンド今4番手の外目あとは後方からはミカサパワーそしてハマのグレード接近してその後は1馬審査 13番のストロンボリーカで4コーナーのカーブ直線コースに向いてきました。名勝つバクロ振り切ってリードは1馬新半から2馬身です。内からは8番のエイシンライアン、エイシンライアン、さらにはミカサパワー、そしてハワノグレードも追い込んできました。さらにはイエガーが今4、5アントに出戦。あとは16番のドンレジェンド、4、5アントに出戦ですが、前は名勝つバクロ名勝つバクロあとはエイシンライアン、エイシンライアン、そしてハワノグレード今3番手。名勝つバクロ名勝つバクロ振り切って降臨。名勝つその後は8番、エイシンライアン。